マッターホルムを背に走るゴルナグラート鉄道山岳鉄道とは山岳地帯を走る鉄道である。山岳鉄道特有の急行配急曲線等の路線を走るため車両は特殊な構造が多い。急曲線を通過するためや建設経費削減のため山岳鉄道の機関には狂気が多い。鉄道は車輪トレールの粘着力によって推進するが 山岳鉄道は急斜面を走るため、重力が粘着力を上回ることにより、列車が線路を上り下りできない可能性がある。実際には、この粘着力が山を登るときよりも、降るときのブレーキの能力にも影響し、急勾配で降るいくつかの山岳鉄道は、レール、車輪は標準であるが、電磁吸着ブレーキなどの強力なブレーキを使用する。また、通常の車輪と、 レールでは、登ることが困難な急勾配では、ラック式鉄道が用いられる場合もある。事業例は少ないが、ラック式の代わりに、フェル式が利用されることもあった。それでも登るのが困難な場合、ケーブルカーが用いられることが多い。イギリス、イタリア、オーストリア、ギリシャ、スイス、スペイン、ドイツ、ノルウェー、フランス、マンジマ・インド、中国、台湾、日本。 オーストラリア、ニュージーランド、アメリカ、合衆国、カナダ、ブリティッシュ、コロンビア鉄道のディーゼル、機関車、コロンビア高地に位置するシュトボゴタと周辺の、町を結ぶ観光列車トレンデラサバマ、アルゼンチン、チリア、高間砂漠の真ん中を行く、アリカラパス鉄道の機関車より、アントファガスタ、ボリビア鉄道、アントファガスタ、サルタ鉄道の、アルゼンチン側を運行している、観光旅客列車トレン、エラスヌーペス。 アンデス横断鉄道ブラジルボリビアボリビア側の周期点であったラパスの中央駅現在は列車の発着は休止され博物館となっているボリビア国鉄の日本製ディーゼル機関車に牽引されたアントファガスタボリビア鉄道の貨物列車ペルーありがとうございます